とうとう11月になったね。この時を待っていたぜ。何1月になったら何だっていうの？課金ができる。正確には毎月3回限定のお得なクリスタルパックの上限がリセットされるってことで買っちった。ほんと、だんだん課金にずーっとがなくなってきたわ。グローブルス、実は機械よりアルファ16本体を揃える方が大変だったんだよね。時系列は前後するけど、その戦いについてはまた後日動画にしたいと思います。まあ、直前まで乗っていなかったパイロットだもんな。時系列は前後するけど、その戦いについてはまた後日動画にしたいと思います。時系列は前後するけど、その戦いについてはまた後日動画にしたいと思います。時系列は前後するけど、その戦いについてはまた後日動画にしたいと思います。時は遡り、ハロウィーンの日、10月31日ってことね。別にハロウィンは関係ないでしょうが。この日は土曜日で貴重な休みだったので、翌日販売されるアルファ16の専用機の動画でも作ろうかなと思って準備をしていたところ、重要なことを思い出しました。アルファ16持ってねえんだ。そういう重要なこと忘れないでよね。それじゃ動画作れないじゃない。ご存知、アルファ16の専用機の動画を投稿したのは11月1月。つまりこの日、このスモラのピックアップでお迎えしたわけです。いや、スモラメインでピックアップガチャに挑戦したんだろ。なんかアルファ16がメインみたいになっているか。というわけで今回はスモラと専用機のシュタールブルクの回収、そして SR のピックアップのアルファ16を狙ってガチャに挑戦したよ。でもフリースタルが足りねえなー。いろいろと新しいなー。スモラの専用機と交換できるシュタールブルクの構成体は200個必要。途中でスモラが全く出ないとすると最大で10連ガチャが16回必要。まあスモラのステップアップは途中で必要クリスタルの割引もあるからね。クリスタルとしては割引を入れて23万ほど用意すればいいんだけど、クリスタルが足りねえなー。さっき聞いたよ。そして課金しようにもお得なセットは上限超えてる。でもアルファ16はこの日に入手しておきたい。だからうるさいー。ということで、コツコツ貯めていた毎日依頼ギフトボックスを一気に使ったよ。1個につきクリスタルは実質250個分回収可能に。それとは別に溜まっていたクリスタルボックスを全て溶かして、途中の割引分を計算に入れて80連分まで挑戦できるだけクリスタルを用意したぜ。前置きが長くなったけど、こんな感じでピックアップガチャに挑戦していくよ。分かってはいたことだけど、毎日依頼ボックスはありがたいな。毎日のデイリーミング消化はこういう時に報われるぜ。ということで今回はスモラと専用機を狙うわけだけど、ガチャが80連分しかできないので、80連で専用機を回収するにはスモラを引きまくるしかない。スモラを引きまくって構成体を集めつつアルファ16も狙うよ。スモラを引きまくってって口で言うのは簡単だけど、果たしてうまくいくかしら。とりあえず10連目、ここでは構成体を15個回収できるよ。スモラか R16 も来てくれていいんやで。まあこんなもんだろう。おお、20連目で SSR が来たぞ。しかも SR。 ダメだ、かすりもしてないわね。からの SSR 2連ちゃん来たー。これはもうスモラでしょ。ですよね。こんにちは、あなたと協力できて嬉しいです。私のことはスモラと呼んでください。2人目はバイオレットだったか。まあいいでしょう。次は5回目、 50% オフの回だね。よーし、 SSR。 しかもスモラで構成代を稼げたね。な、何か SSR はよく出るわね。スモラも出るようになってきたわ。よっしゃ、なんか調子いいぞ。本当に80連で専用機回収できるんじゃね。次は70連目だよ。調子をキープできるか。もう引きの良さが怖い。すごい、スモラがめちゃめちゃ出てくる。なんか怖いな、こんなに連続で SSR が来るとは。今構成体は何個持ってるんだ。自分でもわからなくなっているわね。今は150個だから残り50個か。次のステップアップではスモラ確定だからプラス30はもらえるとして残り20個。でもクリスタル的に次が最後だから、次でスモラを引けたらさらにプラス30で専用機揃うよ。どうせならここで綺麗に終わらせてくれ。
SSR2 連チャン。なんでやー、このソモラは報酬でもらえるソモラだって。ガチャの SSR はフェビアと紫だったね。ソモラも引けてた。構成体プラス特有でここでガチャを終了できてたのに。ウプ主、ここで大事なことを思い出す。そういえばアルファ16をお迎えしてねー。忘れてたんかい。同じ SR ピックアップの鬼影明やビオラは何回か出てきたけど、よりによってなぜアルファ16が出てこん。日頃の行いじゃねえかな。いや、結局クリスタル買うんかい。何の迷いもなくまっすぐにタップしたらね。とりあえず初回2倍特典の残っていた1480円のクリスタルを購入してきたよ。構成体的にはここで終われるけど、今回はアルファ16も狙ってるんだ。ピックアップとなってるこのガチャで当てておかないと専用機を買っても動画にできない。だからアルファ16を入手するまでこのガチャ続けるでー。次まで回すは視聴者団長さんが真似しないでねー。最後の最後で神引き来た。いや、本当に最後に出てきたな。ここで外せば課金とガチャのルールになってたわけだけど、見事に回避したせい。ちなみに BGM は特に意味はないわ。間違えてつけた BGM だけど変えるのがめんどくさかったから、そのままにしているだけよ。スタールブルクの構成体も200個揃ったので、早速回収しよう。今回はクリスタルの数がヤバかったけど、結果的に90連で欲しいものすべて揃ったよ。生えたなぁ。この重装感、たまらないぜ。メカに見た目のかっこよさは必要ねんだ。武骨ででっかい武器を装備するのがロマンってもんだぜ。いいよね、このメカな感じ。スマートなかっこいいロボもいいけど、見た目より強さにこだわった大型で武骨なメカ、このデザイン私は嫌いじゃないよ。なんとか90連で終わってよかったよ。アルファ16が出なくて危うくガチャ録音する羽目になりそうだったもんね。こうしてガチャを終えた私はアルファ16の専用機を購入して動画を作るのであった。ということで今回は時を遡り、スモラとシュタークブルクを回収したところ、っていうかアルファ16をなんとかお迎えできたところを動画にしました。裏でこんな孤独な戦いがあったのです。というわけで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。これが私の実力です。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。